はいどうも、たかしゃんです。イェイイェイ。今回はゲーム実況ではなくてですね、見てきた映画のお話をしようと思います。その映画はなんですけれども、世界中で大ヒットしたあのシリーズ、ハリーポッターシリーズの原作者 J.K. ローリングが自ら脚本を手掛け、ハリーポッターシリーズと同じ魔法の世界を舞台に、人付き合いが苦手な魔法動物学者ニュート・スキャマンダーの冒険を描いたファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅の続編、もうわかりますよね。ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生を見てきました。イエーイ。はい、ですね、まあ内容としては恩師ダンブルドアの特命を受けて仲間と共に前作のラストに登場したグリーン・デルバルドの行方を追う姿を描いてます。はい。で、感想としては、非常に面白かったです。前回が魔法動物が非常に出たんですけれども、今回はね、前作ほど出てません。でも魔法もたくさん出るし、もちろん動物も、魔法動物も、出てます。で、何がこう見どころだったのかなっていうのは、ハリーポッターシリーズで、ジュードローを演じる、ホグワーツ魔法学校の校長、ダンブルドアの若き日の姿を、描いてる、登場してるっていうのかな。っていうのと、その天敵、グリンデルバルドをジョニー・デップが演じてるということなんですけれども、そのダンブルドアと、グリンデルバルドの二人に何があったのかっていうのも今回描いてたりとか、あと、そうだな、前作の方で、記憶を消されたジェイコブが記憶を復活させて、今回戻ってきてます。その他にも、仲間も健在して出ておりますので、前作見た方はもちろんなんですけれどもね、非常に面白く見れるんではないと、ないかなと思います。見れるのではないかろうか。うん、言えてるか？うん。で、まあ、前回見てない方はね、できれば見て、今回も見に行って、もらえれば嬉しいんですけれども、まあ、前回見てなくてもですね、非常に楽しめるんじゃなかろうかと思います。その楽しみ方としてはですね、ハリーポッターで、ナギニっていう、イントネーションあってんのかな？ヘビが出たんですけれども、ナギニがヘビっていうのかな？これネタバレになっちゃうのかな？女優さん、クローディア、キムさんっていう韓国の女優さんなんですけれども演じてて、その方が非常に綺麗です。マジで綺麗。これファンタビーわかんなくても見に行っていいんじゃなかろうかと思うぐらい綺麗でした。はい、好きになりました。本当にめっちゃ綺麗。まあ僕ね、次回ももちろんファンタビー続くので見に行こうとは思うんですけれども、しかもファンタビーを見るというよりかは、この女優さん見たいがために行くんじゃなかろうかと思っております。本当に綺麗です。うん。ぜひファンタビーわかんなくても、この女優さんを見に行っても損はないんじゃなかろうかと思いますよ。はい。めっちゃ綺麗。何回言ってんのかわかんないけど、めっちゃ綺麗。はい。まあ。なんか変になっちゃったかもしれないけど、うん、ぜひファンタビー面白いので見に行ってはいかがでしょうか。はい。で、まあ今回はこんな感じでお話ししたんですけれども、今後もね、僕映画が好きなので結構見に行ってるんですよ。なのでこういう感じで映画のお話もできればなぁと思っております。はい、ぜひぜひ最後まで毎回見たり聞いたりしていただければと思っておりますよ。はい。
はい、今回も最後まで聞いてくださってありがとうございます。ファン旅、非常に面白いのでぜひ見に行ってください。お時間があればぜひよろしくお願いします。って僕は誰なんだ。はい、まだね上映したばかりなので見に行ってはいかがでしょうか。はい、じゃあ今日はこんな感じで終わります。なんか変な感じで終わったな。まあ気にしない。よし、はい、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。登録よろしくお願いいたします。以上、たかしゃんでした。バイバーイ。